アゼルバイジャイ航空は、アゼルバイジャンのバクを拠点とする航空会社であり、同国のフラッグキャリアである。1992年4月7日に設立。当初はアイロフロートから引き継いだ、旧ソ連機がメインだったが、初の西側機としてボーイング727とボーイング707を導入。 その後もボーイング757、ボーイング737、エアバス A319、エアバス A320 などといった最新型の機材を導入している。現在は、バクーのヘイダルアリエフ国際空港を拠点に CIS 諸国、ヨーロッパ、中東各国、そして中国への路線を運行している。また同社は、株式のすべてをアゼルバイジャン政府が保有する完全な 国営企業である。また2014年12月23日に CIS 諸国では初めてボーイング787を受領した。アゼルバイジャン航空はボーイング 737MAX10 機を将来的に導入する予定であったが、2018年に発生したライオンエア610便墜落事故及び、それから、 半年たたずして起きたエチオピア航空302便墜落事故の法を受け、2019年6月3日、アゼルバイジャン航空はボーイング737マックスの導入取りやめを発表し、10機あったオーダーをすべてキャンセルした。東アジア西アジア2021年現在、アゼルバイジャン航空の機材は以下の通りである。同社が発注した。 ボーイング社製航空機の顧客番号は2リットルで767から32リットルなどと表記される。ありがとうございます。